レバウェルで笑えれば、レバウェルで前を向ければ、医療ヘルスケアのお仕事相談、レバウェル。今日までの日々を力に変えて。保育士をやっている一人目の女性は、少しこう一番今回3つのキャラクターというか3つの人物をの役をやらせていただいたんですけど、その中でも一番繊細な心を持っていて、まあ、すごくこう悩んでいるんだけど、でもこの仕事が大好きで子供が大好きで、その葛藤の中で悩んでいるっていう女性でした。で、2人目の、介護士をやっていらっしゃる方は、すごくこう真面目で、でひたむきで本当に一生懸命お仕事を頑張っているんですけど、その中でこう笑顔が消えてしまう瞬間があったりとか、そのことによってなんだかこう頑張ってる自分に自分でこう気づけていないというか、頑張りすぎてしまってその自分を褒めることができなくて、だからこそあなたでよかったっていう一言ですごくこう心を打たれて、やっぱりこの仕事が好きだなと改めて思う瞬間っていうのを演じさせていただきました。で、3人目が看護師さんだったんですけど、すごく元気で責任感が強くて、でいろんなこう仕事を一人で受け持ってしまうというか、で頑張ってすごく頑張って働いていて、でもその中でどこか少し、疲れてしまっている自分に気づき始めている中で、患者さんにちょっと失敗したところを見られて、でもそれもこう弱みを見せないというか、人に弱さを見せないんだけど、でもその中で優しさに触れて、優しい言葉をかけてもらって、ああやっぱりこの仕事が好きだな、頑張ろうっていう、なんかすごくこう今回3人の役をやってみて、みんなに共通しているのがこの仕事が好きだっていうことだったりとか、好きだからこそそこに悩みが生まれているっていう瞬間を、全然違う環境の中で働く3名で演じさせていただきました。私自身今回やった3役のお仕事というのは、今までなかなか役でもいただいたことがない設定だったので、そこは私自身も現場で少しの時間ですけど学びながら取り組んでみて、本当にきっと毎日繰り返すには、日々を繰り返すには本当に大変なことがたくさんあるお仕事だろうなっていうのは、本当に少しなんですけど、すごくこう触れられたと言いますか、その中で少しでも皆さんに、なかなか普段そういう職業に触れ合うことがない皆さんにも、このお仕事のことっていうのが広まってもらえたら、もちろんそのお仕事をしていらっしゃる方だけじゃなくて、もっとこう、優しい、こうやって頑張っている人たちに支えられてるっていうところがなんか伝わったら、取り上げさせていただいている職業の皆さんにも優しい世界になっていけるのかなっていうのは感じました。自分のことは自分で褒めるっていうことと、やっぱり人にはすごく頑張ってる人が目の前にいると、頑張ってるなって思えるし、なんだかこう休んでくださいねとか、ご飯食べましたかとか言えるんだけど、意外と自分自身にその言葉をかけてあげられない人がたくさんいらっしゃるんじゃないかなと思うんですよ。で、私自身もやっぱりそこを一番怠ってしまう時があって、それで気づいたらこう心が疲れてしまっている時があるので、率先して、誰かに
かけてあげられる優しい言葉とかを自分にも同じぐらいかけてあげられるようにはなりたいなと思って、今 100% はできてないですけど少し実践しているところです。と、撮影日が今日クリスマスイブなんですよ。で、今日このスタッフさんたちも撮影が今日結構遅くまであって、まあイブとはいえお仕事をしている人とか世の中にもたくさんいらっしゃると思いますし、お正月年末年始なんかも休めない方たちもいらっしゃると思いますし、もちろんその時間が私自身も今日皆さんと一緒に過ごせて、すごく結果的になんかイブ良かったなって思えているけど、もしまあその中に本当は大丈夫じゃないんだけど大丈夫ですかって聞かれて大丈夫ですって言ってしまう人がいたら、なんかその方にちょっと甘いもの食べてほしいなって思います。自分の可能性を広げるために今いる環境から飛び出すということは皆さんにとってもちろん不安が伴ったり、いろいろな悩みを一瞬でも抱えてしまう瞬間になるかもしれません。それでも活躍の場所が変わっても、とてもそれは勇気がいることですけど、でもきっとその皆さんの誠実さとか情熱とか輝きというのがより一層キラキラと輝ける場所というのはきっとどこかにあると私は信じています。私自身も信じています。なので皆さんがそうやって自分の花を咲かせられる一番いい環境に踏み込むためのその大きな一歩を私は心から応援したいと思っています。ぜひぜひ、まあ、頑張りすぎず自分のことを皆さん大切にしながら自分の環境というのを選んでください。私もそうしたいと思います。よろしくお願いします。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 先ほどはい、で多分ステファニーさんの職場があってないのか人間関係がちょっと良くないのか今の状況に何かにだけでも悩んでます。はい、お願いします。お願いします。はい、ちょっと多分まあ今練習中だから紹介します。じゃあ鬼くん、みんなじゃあさっきの場所行こっか、みんな大体の、はい、みんな OK。
ッケー、ありがとう。みんな撮影以上だな、ありがとう。撮影オーラップです、みんなありがとう。フランちゃんもありがとう、みんなありがとう。ため息が増えれば、やるしかなければ、相談したいことがあれば、今日までの日々を力に変えて、レバウェル。言ってるの？さっき教えてくれたのに言ってたんだ。スポーツやってるじゃん。スポーツ、そうそう、スポーツ、スポーツだよ。水泳も立派な。もうちょっと右から慣れたら顔。ちょっと今伴奏だから。あ、そういうこと。あ、すいません。むしろすいません。申し訳ございません。今伴奏だったから。あ、そうそう。さあさあ、参加してください。あ、いいっすね。お願いいたします。ヒデさん、まず最初に、ね、この解除の仕方を教えていただくんですけれども、それ以外に一連の流れとしては解除してベッドから車椅子に戻してみる。そうするとずっと寝てらしたので髪の毛がちょっと気持ちますね。立っていただいたら、もうくるっと自分の体を回転させて、そしたら肝臓さんも回転すると思います。そのままゆっくり座らせたりで、大丈夫ですか？腕を伸ばしてもらいます。腰が下がって、でここに手を、ここ左手を、で右手をこう持って、で立ちますよって、ぐいっと引っ張って立たせて、自分の体を回転させて、で立ち上げますね。大丈夫です。はい。やってみますか。はい。はい。はい。私は泣いちゃうじゃん。私よりも大丈夫。ごめんなさい。大丈夫？ありがとう。ありがとうございます。これ。ありがとう。はい、立ちます。ちょっと白が一瞬のあまりにもなんかありがとう、ありがとうございます。パート OK、 ありがとうございます。
ですね。今のこの結果はグラフィック入りますね。準備チームはこっちのこの場所で、しばらく人口対象に入って子供だから頼りがいのある子供だが、はい、どういいですか。これはつながってる、これを確認しに来ました。今日は確認しに来ました。もうずっとつなぎっぱなしなんだけど、ちゃんと落ちてるかなってことを確認して今つけさせてもらいます。こんな感じですね。あ、うん、どのぐらいなんですか。はい、わかりました。よーい、スタート。よく眠れた？顔色もいいね。絶対言う。ありがとね。じゃあ行こうか。よし、行くぞ。ゆっくりでいいよ。ゆっくりね。はい、よーい、ビーシリでスタート。はい、ではこのカット OK です。ありがとうございます。じゃあただいまのカットをもちまして、グラフィックとデジタルの撮影は向こうでちょっと代理で残っていますが、チーム本編撮影以上となります。お疲れ様でした。よーい、スタート。まずはサイトへ。はい、勝ちます。ありがとうございます。じゃあちょっと、あなたもぜひ。はい、勝ちます。勝とう。よーい、スタート。看護の転職ならレバウェル看護。はい、勝ちます。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。皆さん、良いお年を。ありがとうございました。